の授業始めますよ。教科書開いて。はい、今日はね、π イコール x プラス y について授業を始めていこうと思います。はい、皆さん、サイン、コサイン、タンジェント、リピートアフターミー。はい、サイン、コサイン、タンジェント。はい、よくできました。今日も数学の授業マジつまんねえな。なんとか数学の授業を潰したいにゃん。そうだ、先生にバレるようにエロ本でも読もう。そしたら数学の授業潰れるかね。なぜならエロ先生はエロ本読むと授業すっぽかすからに。ちょっと今机の引き出しの中に何か隠したよね太郎くん。ちょっと先生に見せなさい。はい先生どうぞ。持ってっちゃダメですよ。学校にエロ本は関係ありませんからね。いいですか皆さん。やだ太郎くん、何このシーンは。ちょっと太郎くん。先生すいませんでした。だから僕のエロ本返してください。いいえダメです。もう先生怒りました。数学の授業終わりです。ちょっと待って、このプレイめっちゃ気持ちよさそうだね。いいね、このプレイ最高じゃん。先生、そろそろ僕のエロ本返してくださいよ。先生ったら。いいえ、ダメです。これ先生がお家に持って帰ります。学校に関係ないもの持ってってはいけません。先生、本当は自分がエロ本読みたいんでしょ。で、興奮したいんでしょ。先生、バレバレですよ。違いますよ、お家でエロ本なんか読むわけないじゃないですか。先生そんなの興味ない。その後エロ先生は授業をすっぽかしてエロ本読んだことが生徒の保護者にバレて教師を退職した。わーお、太郎くん、教師を辞めたのはあなたのエロ本のせいよ。だから太郎くん、先生と楽しいことやっちゃおっか。チャンネル登録よろしくね。